お疲れ様です。久々のキッチンドリンカーです。お疲れ様です。今日はですね、この特売の鶏ももを使って唐揚げ作ります。唐揚げ。唐揚げ。ね。これを唐揚げを作っていきたいと思います。で、生姜ね。なんか怪しい色してるけど大丈夫か。生姜をまず切っておきましょう。ストンとね。で、鶏をちょっと待って。これでね、コリコリコリってやりますんでね。で、こだわり酒場のレモンサワー、5度ですね。今回はね。プーちゃんね。よし、じゃあ。おっ始めてみようかね。じゃあ、であんまりね、こうたくさん作ってももう食べきれないんで、ほどほどにね。でなぜ今このタイミングでキッチンドリンカーをやるかというとですね、キッチンドリンカーが楽しくて楽しんでしょうがないという、お客様からの要望がありました。ということで最近キッチンドリンカーね、もう多分思い起こせば半年ぐらいはねやってない可能性があるので復活します。そして全く釣りとは関係ない肉料理からね、いってみたいと思いますね。これね、鶏ももです。ね。でね、とりあえずもうね、手にね、力がないので、包丁をね、トントンに研ぎました。ね。それで、弱い力でもね、切れるように。こんな感じですね。結構ね、唐揚げはよくやるんですよ。よくやってます。よくやってますっていうのは、かなりの頻度でやります。なんかわからないけど、唐揚げが好きなんです。で、唐揚げを食べるときに、そのままね、唐揚げを食べるのと、私の場合はですね、マヨビタですね。マヨネーズビタビタ系。マヨネーズを食ってるんだが、唐揚げをこう食ってるんだか、わからないぐらい、マヨネーズビタビタです。ちょっと待って、これでこうやっていいよいいよ。これね、これぐらいダイナミックにいくと。よし。でね、下味はね、下味は基本ですね、醤油、酒で、生姜、あとニンニクだ。みこちゃんさん、ニンニク持ってきて、1個冷蔵庫、あそこの冷蔵庫の一番下に、ニンニクって知ってる？一かけるニンニク、違う、それ生姜、白いやつ。あ、そう、あー、ちょっと、うるさんきで、ニンニクね、ニンニク一かけるね、小指ぶつけたの？椅子に、最悪だね。小指、うわ、いった。それで、小指折れちゃう人いるから気をつけて、マジで。小指骨折しちゃう人いるから、たまに。これね、こんなもんでいいんじゃないかな。これはね、味噌漬けにします。鶏の味噌漬け大好きなんで、こうやってね。で、これを生姜とニンニクを、これをグッと。でね、下処理系の、今下処理段階なので、下処理とあと本ちゃんの揚げはね、分けますっていうか、下味をつけるのにある程度、つけ置きしておかなきゃいけないので、ね。だから、途中ね、下味が終わったら、動画が止まります。あ、止まんねえか。編集するから、結局一緒か。少しね、それ、あんまりね、いっぱいあげて、この間、おえって入ってたから。よし、OK。こんな感じで、あとは、
醤油と酒、これね、醤油と酒いきます。醤油と酒、酒ドバ適当ですね。酒ドバ適当で、ここで、醤油、うん、いいと思う。もうちょっとね、お酒をちょっとしてピタピタにして、2粒あげた、うん、2粒ぐらいしといて。よし、これでね、下地の処理完了です、ね、こんな感じ。よし、これで、約ですね1時間ぐらい放置したら揚げ始めます。じゃあパパ、その間にイチゴ切って。イチゴね、 OK。 それではまた。あーやべ。で、ね、余った方の肉、もう一個ね、これは味噌漬けにします。で、まず味噌溶いちゃおう。で、大体あれですね、食べ頃になるのね、1時間からね、2時間、 1,2 時間でね、全然食べられちゃいます。あんまりね、一晩も二晩もね、つけなくて本当はいいんだけれども、ただ、今日は唐揚げなのでね、唐揚げなので基本的にこれはもう漬け置きにします。で、言うの忘れた、本みりんと味噌で、お酒は使いません。本みりんと味噌のみで、味噌を伸ばします。これね、よく伸ばして、もうちょっとみりん入れた方がいいかもしれない。で、ジップロックにね、鶏肉を入れて、そのまんまこれ入れてもみもみね。OK。ね、これを一旦開けの、いや、力がないからね、開けらんねえ。これで鶏肉を入れてね。で、ここに、この味噌のタレを入れます。これでね、これね、豚肉のロースとかでも OK です。牛肉も OK、肉全般何でも OK です。これね、 OK。 で、あとは、もみもみですね。これでね、蓋し、よし、 OK。 これでね、あとはよく揉んで、こうやって、なじませます。で、これ焼くときは、フライパンでもいいですし、グリルでもいいです。焦げないようにね、油をひいて、で、弱火でね、やってください。はい。こんな感じね。で、これで味噌漬けと、あとこっちが、唐揚げ。です。で、あとは、仕込みがね、完了したので、使った頃から油で揚げてきます。はい、30分ぐらい経ったのでよくかき回しますね。つけだれがうまくいくようにね、こんな感じですね。で、もう一回30分。はい、ということですね、2本目ね、こだわり酒場のレモンサワー7度ですね。2本目いきます。いただきます。乾杯。あー、うまい。で、うちはですね、
衣は片栗です。片栗粉、唐揚げ粉使わないです。でね、これね、人それぞれのやり方なんですけど、この中に片栗粉を入れて、もしくは粉を入れて混ぜるね、ドロドロになった感じで混ぜたものを揚げる人と、このね、肉自体を唐揚げ、要はこの片栗粉にね、つけてね、揚げると。これ竜田揚げになるんですかね、ちょっとね、詳しくわかんないですけれども、うちは、片栗粉をこうやってね、つけてやりますね。なんかそっちの方がね、衣がなんかパリッとする感じがする。ピコトイレ、うん、最初という感じがします。ということで、よくね、これ自体をジップロックに入れて、粉を入れてよく揉んで、で揚げる人もね、いますよね。まあ、好きなようにやってください。4時のタイマーで水槽に明かりがつきましたね。茶色かった、このね、藻がね、みんなタナゴとエビとあと石巻貝が全部食べてくれました。これ見て、貝だよ、貝と、あとこの辺にエビちゃんいるでしょ。エビちゃんいた。エビちゃんいた。どこにいる。ここ、尻尾がちょろっと見える。エビちゃんと、いた。この辺の、そう、エビちゃんとタナゴで、ね、なんかみんな食べてくれたので、すごい綺麗になりましたね。じゃあそろそろ唐揚げ揚げてみようかな。そろそろ揚げ始めます。油はね、オリーブオイルですね。あのサラダオイルはね、結構年齢を重ねていくとうっときます。オリーブオイルはね、あのすごくライトなので揚げ物いいですよ。あのそれこそね、20代ぐらいの頃はね、大してあんまり気にしなかったんですけども、あのもうサラダオイルだとやっぱりね、結構ね厳しいっすよね。何が厳しいって、揚げてるそばからお腹がいっぱいになってくる。ただね、オリーブオイルっていうのはそれがないですね。あの揚げてるそばから食欲が出てくる感じがします。こんな感じですね、うん、オリーブオイルを入れて、はい、これで、揚げ物ね、揚げ物の温度ね、180度ね、160、180、200ってありますけど、180度設定できます。こんな感じです。片栗粉ですね。これ余った片栗粉ね、前回使った余った片栗粉、これじゃね、到底ちょっと足りないので、美味しそうだね。うん、片栗を足します。これね、実はさっきですね、足りないことに気づいて、ダッシュでですね、セブンイレブンまで片栗粉を買いに来ました、ね、こちらですね。こんな感じです。でこれに、鶏肉をまぶしながら揚げていくという感じですね。こんな感じです。じゃあ油がね、180度になるまで待ちましょう。はい、油が適温になった模様です。ということで、揚げていきますね。こんな感じね。手がさ、こう手のひらがね、上に向かないんですよ、骨折で。なんでちょっとね、やりづらいとこもあるんですけれども、頑張ります。でこんな感じですね。で急激に入れると、油の温度がね下がりますんでね、ほどほどにしてった方がカラッと上がると思います。こんな感じで、
この油の温度設定の機能っていいですよね。あとこれもご飯もそうなんですけど、ご飯もね、ご飯のボタンピッと押すともうご飯炊けるんで美味しいですよね。ガスで炊くと。ぜひですね、皆さんもコンロのこういった便利機能をね使っていくといいのかなと思います。よし、じゃあ3つ目いきましょう。これ油のかさがね、結局ほら肉を入れると油のかさが上がりますよね。そうすると全体的に油が回るんで、よく上がるんですよね。ただ1個とかしか入れないと油のその水位が上がらないので、基本的にこううまく油が回らないんですよね。その辺はこううまくね調整しながら、だいたいまあ3つぐらいずつねやっていくと、ちょうどこの鍋の大きさだったらねいいかなと思いますね。だいぶ油の音が、軽快になってきました。シュワーって感じでね。でこれほっとくと焦げますから、よくねこうひっくり返したりとかしながらね。でこれ表面は白いんだけど中が色ついてるの分かりますこれね。これ要注意です。こんな感じね。結構ねほっとくと焦げますからね、揚げ物っていうのは。だからこう目離さないようにね、うまくこうひっくり返しながらね、両面きれいにこうやってやって入れてった方がいいですね。油をねもっとねこう上の方までね、だから大量の油使えばこの唐揚げ泳がしちゃえばいいんですけど、なかなかそこまでね、普通一般の家庭ではそこまで油使わないですからね。で大体きつね色ですね。きつね色になったら OK。すごい油が跳ねるから気をつけて。今ピリッと食べたい。うん、しまって、上がったらね、すごい油が跳ねる。熱い熱い。ちょっと危ないから連れてこなくていいよ。危ない、 すごい跳ねてる。基本油の温度が低いと衣がベターっとするんですよね。160度とか160度以下で、こういう感じにね、こうほら温度設定ができるやつはいいんですけど、温度設定できないやつはいろいろこう経験を積んで勘でやっていくしかないですね。二度揚げっていうのもありなんですよね。一旦この段階で揚げといて、でまたね一通りこう全部のこれをね揚げ終わった頃から、二度揚げというね方法もあります。まあどっちでもいいですね、揚がれば。うん、だいぶねいい感じの色になってきました。ほらね、これなんかもういいかもしれないね。中がねほらいい感じにもうここね茶色くなってるんで、これも OK ですね。で1個スペースが空いたので、ここに新しいやつをね入れてきます。
ういう感じね。これも OK だと思います。でスペースが空いたのでこれ、ね、また追加します。こういう感じ。よし本日のねキッチンドリンカーは、唐揚げです。しかも、魚ではなく鶏の唐揚げね。唐揚げの専門家からするとそれ唐揚げじゃなくて竜田揚げじゃねえかっていう人もいるかもしれないですけど、まあそれはどうでもいいです。こんな感じで今進んでおります。こんな感じに上がっております。だいぶね上がってきました。こんな感じです。食べる？じゃあこっちおいで。トイレか。いい感じでしょ。ほらね、きつね色にどん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 上がってます。いい？これフォークで、これね、これが食べられる。これ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 、これフォークでブスって刺して、うん、刺してこれ、それブスッと刺して、よし、それでちょんちょんしてちょっと食べてみて。うまい。衣サクサク、うん、中ジューシー、うん、いい感じ。下味どう？ちゃんとついてる、うん、醤油いらないぐらい。醤油はあった方がいい、うん、あ、そう。でもね人それぞれだからね。美味しいでしょ。え、もう終わり？もうちょっと食べてるとこ見せてよ。こっち来て。うまい。なんかこれ中身みたいな。じゃねえよ。おいしい。こんな感じでございます、うん、よし、じゃあどんどん揚げていきましょう。だいぶね揚がってきました。でね、鶏の唐揚げとね、全然話変わるんだけど、鶏の唐揚げとフライドチキンの違いって知ってます？多分ね、わからない人がほとんどだと思います。唐揚げとフライドチキンの違いは下味をつけるかつけないかなんですよ。で、鶏の唐揚げっていうのは基本的に下味をつけますよね。醤油だったり塩だったりとか、肉に味をつけて、衣で揚げるのが唐揚げです。それに対してフライドチキンというのは肉に下味をつけるんじゃなくて衣に味をつけるっていうのがフライドチキンです。でね、下味をね、鶏、まあ、肉にも下味をつけるっていう文化はね日本だけなんですって。だから全世界、どこのね世界、まあ、どこの国でも、下味をねつけるのではなくて基本衣に味つける、だから後から味をつけていくっていう料理が基本らしいですよ。これねすごい面白いですよね。確かにケンタッキーフライドチキン、ね、食べてても肉の中に味はないですよね。衣はそれなりにねこうスパイシーだったりするけども、意外に肉の中には味が入ってないですよね。なるほどな。というのが、だから唐揚げっていうのはね基本的に日本独特の食文化らしいです、ね、興味深いですね非常に。ということでこれが最後の流しですね。これで、終わりです。これで全て揚げ終わり。キッチンドリンカーね、結構ね唐揚げはね昔からこう
うちのあのおちびちゃんにねこう揚げたてをね食べさせてるんですけども、かなりこう舌が肥えてますんでね、彼女の OK サインがもらえた時っていうのは相当美味しいってことですね。ということで最後の流し、これを揚げて終了にします。で、揚げてるね、これ揚げてる最後の流し、揚げてる最中に一個ね食べてみたいと思います。これねマヨビタです。基本マヨビタです。いただきます。やばい、うまっ、激うま、やばいっす、うまっ。うん、あの衣が外側がサクサクでマジで中がジューシー、やばいです。もうマヨビタ全開でいきます。コレステロール、とりあえず無視。うまっ、うますぎるということですね。うんうん、今回はとりあえずこれにて終了。うますぎる、鶏の唐揚げでした。それでは皆さんごきげんよう。はい、ついでなので、ガスでご飯を炊く方法、土鍋とかでも全部そうですね。キャンプでやるときも全部そう。要はね、電気の炊飯器じゃなくて火を使ってご飯を炊くときの方法を今からやりますね。で、このお米は、水に焼くですね、1時間ほど漬け置きしたものです。それを、水から落としてザルで、こうやって感じで水を切ってますね。で、要は水を含んでいい状態に飽和したお米になります。で、これでね、結構ね、キャンプの時なんかでもそうなんですけど、水の分量ってわからない人結構多いんですね。でね、これはね、簡単です。こうやってって形で、水を含んだお米を、何でもいいです。計量カップでもいいですし、コーヒーカップでも何でもいいです。このカップね、こうやって1杯目。はい、2杯目。で、約3杯目。約今使っている計量カップ3杯ですね。この3杯。今はね、水に、漬け置きしたお米が、いい感じに水を吸った状態ですね。約このカップ3杯分です。で、水の分量はね、これ同じでいいです。だからお米と同じ分量を入れてあげます。1杯目。2杯、3杯、これで水の分量 OK です。よろしいでしょうか。すげえ簡単ですよね。お米の量とお米の、実際の、水を吸ったお米の量と同じ分量水入れてあげます。だからここでこういう風にやって、例えばその指の関節いくつとかではなくて、単純にお米と同じ量を水入れてあげるってことですね。で、今回は、ガスのね、これに、こういう形でご飯機能っていうのがありますから、ご飯を置きます。ピッと。これね、つけて、ご飯。これでもう勝手に炊き上がります。が、通常ですね、例えば岩谷のカセットコンロとかでやった時っていうのは、まず強火で沸騰させます。強火でうわーっと火を入れて沸騰します。で、沸騰したら一気に弱火にします。沸騰した状態で一気に弱火にして15分。ね。沸騰して、強火で沸騰させて、沸騰したら弱火にして15分。で、
終了です。要は実数15分から17、8分ぐらいで、ご飯は炊けます。これはねキャンプの時も一緒です。なのでぜひですねお試しください、ということです。